ジョーです。こんにちは。ね、ダーツ の, そのレベルもだいぶ上がってきて、まあもう外したら負けみたいな感じになってきてるんで、もう2年前とは比べもならないですね。あの自分もまあ2年前よりもちょっとねレベル上がったとは思ってはいるんで、まあちょっとここでまあ最後の勝負じゃないですけどね、ちょっと自分の腕をどこまで通用するかという意味でちょっと参加してみようかなと思います。自分はあのまあ試合前直前にですねダーツに息吹きかけるんですよ。まあそれをやりますね。まあ、左手で3本ダーツ持つんですけど、やっぱり緊張すると手に汗握ったりとかちょっとするんで、まあ、それを拭くような感じでこうでやります。クリケットです。僕真ん中って大嫌いなんですよ。あとせっかく曲がってる、あ、ここカットします、まあ、なんとかここまで勝ち残ったんで、できればまあ一番上までいけるところまで頑張ろうかと思いますんで、皆さん応援の方よろしくお願いします。